こんにちは、なべさんです。今回はやっと完成レビューを撮影することができましたので、今回いつもと違うリビングで撮ってるんですけれど、なぜこんな風に撮ったかというと、作ったことがねある人はわかると思うんですけれど、なんせでかくて工房ではカメラに入りきらないので、よっ、こんな感じです。なべさんと見比べてもらえるとね、わかると思うんですけれど、しかも今なんとか持ってるんですけど、めちゃめちゃ重いです。10キロ超えてるんで、お米をね10キロ売ってるじゃないですか。あれを持った感じですかね。あれよりも重いですね。10キロ以上あるみたいなんで、大きさがね分かってもらえるようにと思って、今回は全身を撮るようにしました。ちょっとねバックがお見苦しくて申し訳ないです。ほとんど後ろはキータのもんばっかなんで、っていう感じでですね、うちのねキータンがガリガリなんで、それの3匹分ぐらいかな、キータン3匹分ぐらいの重さ、じゃーん、10キロどころじゃないから多分十何キロかかるんだよね。あ、扉が開いてきちゃった。ということですね、今回やっぱりね大きいっていうので作るのが大変だったっていうところがありまして、でも本当なんていうんですかね、構造がしっかりしてて、足回りとかあと内装も細かく分かって楽しかったかなって、構造でいうと本当にね足回りがしっかり部品ができてるんで、そこがねかなり楽しめたかなと思います。エンジンとかね、そういったところは見た目通りの、外見だけなんでね、どうもねエンジンだけのキットもあるみたいですね。ちょっとそれはそれで気になるなとは思ったんですけど、それがディアゴスティーニかどうかそういうのはちょっと分かんないですけど、なんかねエンジンだけのやつもあるみたいですよ。あとね、そうですね、電気系統が思ったより簡単でした。なんかもっとこう音が鳴ってどうのこうのでっていうのでね、難しいかなと思ったんですけど、思った以上に良かったです。あとディテールとかそういうのも量産で作ってる割にはすごく綺麗に作ってるんだなって、タイヤもすごく細かくね再現されて、多分途中タイヤが1個余ったんですよ。それもね、なんていうのかな、多分指摘があったんでしょうね。ニスモの方はこのタイヤじゃないよみたいな感じで、だからタイヤがね1個余ってます。そんなとこっすかね。すごく楽しかったです。でね、今回その浅野さんにスポンサーになってもらったっていう感じですかね。本当にねありがとうございました。もうこう動画としてもね成立することができましたし、私自身も作ってみたかったっていうのもありましたし、本当にいい経験をさせてもらえたなと思います。本当にありがとうございました。で、ちょっと余談なんですけれど、もしなべさんにこうね動画で作ってほしいっていうのがありましたら言ってもらえれば、よくね制作費をいただいて作ったりするんですけど、こういったものはいただかないので、もしよくいらっしゃるらしいんですよ。作りたいっていうか欲しいけど、欲しいから買ったけど組み立てるのがめんどくさいみたいなさあるみたいで、さすがにこの R3 のニスモをまた動画作る動画にするっていうのはちょっとね問題なんですけれど、もしなんか結構ね他にもキットがありましたら、もしねよろしければ僕の方で動画でこんな感じで作ってますよっていうのを動画にさせてもらいながら、で完成したらまた送り返すみたいなのにしますので、もし、ね、作るのがめんどくさいっていうね、作るのが手間とか、見ての通りね本当作ってて物がでかいからそれなりに場所使うんですよ。やっぱり特にその今回の場合ですと、やっぱりその迷子をね浅野さんにいつも送ってもらってたんで、結構こうスパンが長くなっちゃったんですよね。だけどそれがなくなるんで、と組んでちゃうかなという感じです。もしねよろしければご利用くださいと。送料がね大変かなと思いますけどね。
で、あとですね、そうですね、まあ、この後あの写真をあのたくさん、そう、なぜねこの遅れたかっていうと、写真をね撮りに行くのが大変だったんですよ。このでかいものを持って外に撮りに行かないと、家の中だと結構やっぱり小さいものをさ壁にねこう当てて撮るぐらいだったら全然ねできるんですけど、このサイズを壁に当てるともう他にいろんなものがね映っちゃうみたいな感じになっちゃうから、もうダメだと思って、で外に持っててやったんですけど、自分の予定と天候とかもうすごいすれ違っちゃって、もうずっと撮れなかったんですよ。で昼はまあなんとかねいいんですけど、夜はどっかこういいとこないかなってちょっと走り回って、結局竹島になっちゃったんですけど、でもうそこでパシパシャッとほんのちょっと撮るだけなのにね、すごい時間かかっちゃってね、昼間は昼間でなかなかまあ幸いなことに海があるんで、またあるじゃないですか、 R35 を畑をバックに写真を撮るわけにもいけなかったんで、っていうほどね綺麗には撮ってないんですけど、撮れてないんですけど、でまあなんとかね撮ることができました。最後まで見ていただけたらと思います。で今からね流していこうかなと思いますので、なんとかできました。本当にね浅野さんありがとうございました。結構ね浅野さんに差し入れとか、あとこの前ちょっと動画で出したスゴって書いてあったナイフとかね、あれもいただいてね、結構お世話になってしまってるんで本当にありがとうございます。まあ今回は本当にいい経験をさせてもらいましたので楽しかったです。では早速流していこうと思います。ではまた。おーい、そうということでね、完成のこう写真をね流そうかなとも思ったんですけど、やっぱりいろいろねお見せするべきところがねあると思うので、まあ、まずエンジンですね。開くかなエンジン、これね結構ねドンピシャでできてんだよね。それはね素晴らしいなと思うんですけど、こんな感じです。エンジン、まあね制作中のものをお見せしたところもあったんですけど、結構細かくできてますね。いい感じ。ちょっとねこう思いっきりこう奥を覗いてしまうと奥の方に少し配線が見えちゃうかなと思うんですけど、まあ普通にこう 見る感じではすごく自然な感じで線もしまえてね良かったなと思います。はい、閉めます。ドーン、重い。で扉っすね。扉もね専用のね道具があるんだけど、よいしょ、ちょっと手で開けちゃいます、すいません。でこんな感じですね。内装リアルだね。8分の1ってやっぱいいね。ちょっとねこれ電源入れましょうか。電源8、あ今これ つきましたね。これメーターのところですね。でメーターのところがついてのこのねちゃんとねブレーキを踏むとテールランプが光るようになってるんですよ。ちょっとね指が奥まで届かないんで棒かなんか突っ込まないとダメなんで申し訳ないですけど、中こう見てこのルームランプもねこれつくんですよ。この奥のほらルームランプがつくのはいいね、かっこいいね。こうね電源これ、ね、ちゃんとね扉を閉めると消えるんですよ。これね今ちょっと電源オンオフでやりましたけど、ちゃんとねこれ閉めるとねほら消えた、ね、完全停止じゃないのがちょっと申し訳ないですけど、完全に閉じてからじゃないのが申し訳ないですけど、でねトランクちょっとトランクの開け方が難しい。よいしょ、トランクちゃんと中もあります。中もちゃんとできてる、素晴らしい。今これ電源が入ってるんですけど、ちょっとテールランプはねこのこれです。あ逆、これでちょっとこうね今昼間なんで見えにくいですけど、でちゃんとこうここもねほらついてかっちょいい。
ね。あ、よいしょ。ね、デイライトもちゃんとついて、ヘッドライトもピチンとついて、でね、ちゃんとね、エンジン音、あ、クラクション、ちゃんとここの、このよいしょ、このボタンを押すとね、でこれエンジン、なんつってなります。これいいね、これ本物の鍵のやつと一緒だね。かっけー、すげえいいで、ね、電源がね、意外とこのね、下に手を突っ込むとね、パチッとこうやれるっていうの、これはね、これはこれで便利だなと思ったね。いちいちこうね、ひっくり返して奥のね、車体の真ん中とかだったりするとかなり面倒くさかったと思うんで、いや、いいでしょう、これすごいよね、めっちゃかっこいい、大迫力だな。もうなんか重さでソファーが潰れてんだけどっていうぐらい重たい、よし、という感じでした。ではね、写真をね、何枚かアップしましたので見ていただけたらと思います。ではまた。